はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとねドラゴンボールが続いたんですけれども、こちらも、人気の、こちらワンピースですね。はい、ワンピースから、ゾロ、はい、究極の表現力っていうことで優勝作品に輝いた、フィギュアですね。ワンピース、バンプレスト、ワールドフィギュアコロシアム、造形王頂上決戦ボリューム1ということでね、そちらの優勝作品のゾロ、こちらをね、開封したいと思います。これね、一応、原型カラーとして白黒あるんですけれども、今回はカラーということでね、はい、箱がね、もうすごいもう市販品レベルの箱してますよね。びっくりするぐらいなんか市販品かと思ったね。いやー、まあこれ表情とかがすごいね、造形力が多分すごそう、はい、こういう感じでね、ではね、早速、箱をねまず開封しましょう。はいはい、ということでね、箱からまず出しました。はい、まずこういう感じで入ってますね。まあ腰パーツですね。で、足と刀が一本刺さってますね。はい、であと、もう一つが、台座、支柱で刀、胴体で顔、はい、こういう感じで入ってますね。はい、では早速ね、組み立てたいと思います。はい、ということでね、組み立て終わりました。こちらですね、じゃ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 んと、いやね、これもすっごい造形、これをね、ほんとまた同じことでプラニズで出せるかっていうね。いや、この躍動感半端ないよね。この角度とか超かっこいいんだけど、まあね、自分ゾロが一番ワンピースなので好きなんですけどね、まあそれも相まって、もうなんだろうね、ゾロ好きも納得の一品。いや、すげえ躍動感、うわーすっごいなこれ、うわーすげー、なんだこれ、情報量がすごい多いこれ、いやーすっげーなー。まあ、肝心のお顔をねちょっと見ましょうか。はい、よいしょ、はい、こういう感じでね、まあ、かなりね、鬼気迫る感じで歯食いしばってますけどね。まあ、この顔に関してはね、好き嫌いはかなり分かれると思いますね。まあ、自分もね、どっちかっつったら、まあこの顔はちょっとなっていうのはありますけれど、まあ、でもね、ほんとすごくよく造形されてるなっていうふうにも思いますね。まあ、これのね、一応今回の大会のコンセプトはもう本当あの表現力を重視した、大会なんでね、表現力と関し、それをね考慮すればものすごい表現力あると思いますね。さすが優勝作品っていうだけあって、めちゃくちゃかっこいいこれ。いや、こんなに躍動感あるフィギュア今まであったかなんていうぐらいね、すごいねこれは。ちょっとじゃあね、置いてちょっと回転させてみましょう。
ということでね、いやこれはね、いやこの角度がねすごいかっこいいな、ほんと横からのアングルで最高、今までで一番かっこいいかもしれない。いやーすっげえなー。まあ今ねワンピースはね、ゾロ全然出てこないんでね、もう寂しい限りですけどね、自分にとっちゃ早くゾロ出てきてほしいなと思いますけどね。いやーこれそれにしてもこれすごいなー。まあ一応ね、今回は、これで終わりますけれども、続いてのね、フィギュア紹介も、ワンピースになります。2日、連チャンで、撮らせていただきますということでね、ぜひね、ワンピースファンの方、またはね、このチャンネルを気に入っていただけましたら、登録あといいねボタン押していただけますと幸いです。はい、ということでね、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。